3ヶ月目に発生だけで言ったら10万出たんですよ。いや天才か、シャンプーレビューマシーンみたいな。はい、これ本当は言いたくないですけど、もうめっちゃ使うようにしました。今日はゲストに秀代さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、最初になぜ僕が秀代さんをゲストに呼んだのかという理由をちょっとだけ言うとですね、はい、まあブログをやってるじゃないですか。はい。で、まあブログはブログで、まあ結構そのブログの僕クオリティも高いと思ってるんですけど、あとそれだけじゃなくてインスタの方もやってるのがすごいいいよなと思うんですよね。で、その辺でまあ今の流行りでもあるし、ブログとインスタを一緒にやるっていうところで、まあ気になってる人も多いんじゃないかなっていうのと、あとはもう一個、これがいいのか悪いのかっていうのはまああれとして、まあ割とこう伸び悩んだ時期というか、どうしたらいいんだみたいなことが結構あったじゃないですか。はい。で、割と何回かこう相談をしてもらって、まあアドバイス的なことをしたりもしたので、まあその辺もあって、いろんな話ができればなと思って、今日はゲストに呼びました。よろしくお願いします。いや、どうですか。ゲストに来る予定はなかったとは思いますけども。いや、びっくりしました。ちなみに、いや、そうでしょ。今結構放置気味ですよ。ブログですか？あ、インスタ。ああ、インスタの方ですね。はい。なんでなんですか？いや、思ったより収益につながらなくて。じゃあ、収益のメインはブログの方ってことですか、今も。あ、そうですね。ちょっとその話、後で深掘っていいですか？あ、大丈夫です。とりあえず、バックボーン的なところがないと、秀吉さんって何者なんだっていうのがあんまり分かんないと思うので、なんか動画見てる人にその辺をとりあえず説明したいなとか思うんですけど、そう、ちなみに、ブログ歴何年ぐらいですか？僕2018の夏ぐらいに始めてるんですよね。なんかきっかけがあるんですか？働いてる時の給料が低すぎて何かしやんとちょっとやばいぞってなってブログ始めたって感じですね。本業の方の収入が低かったからブログを始めたってことですよね。あ、そうです、そうです。なんでブログだったんですか？他にも選択肢はいろいろあると思いますが、やっぱり顔とか出したくなかったんですよね。副業だからってことですね。はい。当時なんか YouTube とか結構流行ってたと思うんですけど、はい、顔とか出す勇気がちょっとなくて、なんかブログ、勇気の話なんですね。なるほど。勇気なくて、顔出せなくて。はい。で、ブログだったら、まあ、つらつら文字書いとったらなんとかなるかな、はい、でやり始めたっていうのがきっかけです。だから、そのお金なかったっていうのもあるんですけど、割と序盤、結構軽い気持ちだったと思います。はい、あ、だから、顔出しもせずに、楽に稼げそうじゃねえかってブログ始めてるようなイメージです。そうです、そうです。はい。あるあるですね。伸び悩む人あるあるというか。で、ちなみにそれ始めた時って何で勉強したんですか？はい、本を読んだとか誰か知り合いがやってたとか。一人唯一同じ職業でそのブログで成果出してるって方が当時いたんですよ。はい、でそれをめっちゃ見まくって、あ、こんなことがいいかなみたいな感じで、マネから入った感じですね。へえ。今やってるのはヘアケアトークですよね。はい。あれ以外のブログも今まで結構作ってきたんですか？そんなにって感じですね。なんかこう地域ブログみたいなのを、うん、趣味、うん、ちょっとちょろちょろご飯の記録みたいな。うん。っていうぐらいですね。あれですね。稼げないやつですね。稼げないです。最初がそれってことですか？いや、最初はそれじゃないです。あ、また違うんですね。もう最初がヘアケアトークです。そうなんですか。はい。なるほど。いきなりここにたどり着いてるんですね。それはそれですごいですね。もうそれしかなかったって感じですね。ああ、逆にだから他のところに行こうって別に迷うこともなかったってことですね。はい。でもあれですよね。結局、最初にでもヘアケアトーク作ってるけど、他のもやってるってことは、これが最初からそんなにうまくいったわけじゃないから他のやつをやってるってことですよね。いや、ではないんですか？僕3ヶ月目に発生だけで言ったら10万出たんですよ。いや、天才か。いや、トレンドに天才じゃないか。瞬間風速なので、はい、その後
その案件がカス案件化してしまって、LINE 登録100円みたいな案件に変わっちゃって。それ何、もともと何の案件だったか言えるんですか？これ言っていいか、これも分かんないですけど、水素トリートメントで、はい、ブログ始めた2018の、はい、初めてちょっとしたぐらいのタイミングで、マツコのなんかテレビに、はいはい、水素トリートメントの案件の、美容室がテレビで出たんですよ、はい、帰りにその車の中でテレビつけてたんですけど、はい、いや絶対これ書かなあかんやと思って書いたらポンポンって出たって感じです。いや天才や。でも半分ぐらい非承認で、へえ、単価も結構高くってポンポンポンって10万出たけど半分ぐらい非承認で、しかもその後なんかこう売り切れになって、なんか販売のになりましたみたいな、はい、だから生活店は LINE みたいな関係になっちゃって、ムカついたんでその記事も消しました、すぐ。それはひどいですね。でもさすがにその結局3ヶ月ぐらいで10万発生したんでしたっけ？瞬間風速だけです。その後もっと低い金額でずっと横ばいでしてるんで、もうでもその3ヶ月で10万いった時はもうこれは人生変わったと思いました。で楽勝って思いました。やっぱりブログ簡単に稼げるって。すごいな、なんかなかなか珍しいパターンですね。伸び悩む人がやっぱほとんどで、3ヶ月目で、まあ、ラッキーとはいえそんなに、ね、売り上げ上がるっていうこともないんで、まあでもなんか運の悪さもありますね、それ多分。でも瞬間風速で実際確定はそこ半分ぐらいされてないんで、ぬか喜びとかもあるんですけど。確かに確かに、そうか、確定してないから発生だけっていうことか、はい、それでもあれですよね、ちゃんと発生するんだというか頑張れば稼げるんだっていうのが分かるから結構でかいなと思うんですよね、それって。そうですね。そっからどのぐらいあれだったんですか、低空飛行というか伸び悩んだんですか？1年半ぐらい低空飛行してるんじゃないですかね、その後。1年半ぐらいってことは、2018年にブログ始めたって言いましたっけ？はい。ってことは2019年、だから ABC に入ったのが2020の年明けぐらいなんですけど、はい、それまで入った月にその10万円到達したんですよ、うん、僕。だから、うん、だから、それまではずっと低空飛行でしたね。確か2020の年明けなんかアップデートで急に爆上がりしたんですよ。はは、なるほど。今まで入った時が急に爆上がりして、なんかすっごい検索されてる商品の単一ワードとかで、うん、なんか1位とかになってて、レビュー記事とか。いや、めちゃくちゃすごいですね。普通に。テンション上がりますね。その時はっきり言っても、ちょっと諦めてたんですよ。もうずっと10万超えなかったから。ははは、もう無理やなってちょっと思ってたんですね。はい。はい、諦めてたところでアップで、なんか急に上がりだして、いや、これ、はい。これちゃんとやらなあかんと思って ABC 入ったって感じです。なんというか、そういう人生ですよね。わかんないですけど。秀吉さんって多分そういう人だと思います。直接何回も会ってますけど、秀吉さんだったら理解できるみたいな。で珍しいパターンですけど。で、そこからは基本的に、10万ぐらい超えてる感じなんですか？そうですね。その後さらにアップデートやられてるんで、2020、一回パンパンパンって上がって、なんか今ぐらいというか結構いいやんみたいに行ったんですけど、その後さらに10万いくかいかないかぐらいまで落としてもらえて、うん、ずっと横ばいで来てたみたいな感じです。なるほど。いや、それでも普通にすごいですよね。だって1年半ぐらいで10万ぐらいまで行ってるってことですよね、それでも。そうですね。最初にこのブログヘアケアトークにたどり着いてるっていうところもそうだけど、やっぱり自分のそのなんていうんですか、仕事とか今までの知識とか経験とかがもうめちゃくちゃ詰め込まれてるブログじゃないですか。はい。まあ、それの何、本当に塊というか、だからそれもやっぱり大きかったの
感じですよね。うん、全く多分そういうのがなく、じゃあ全然違うテーマでブログやったらいかなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ1年半で10万って結構半端ないですからね、ブログを始めて。まあ順調な気がしますよね、すごい。まあ周りね、もっとすごい人もいるでしょうけど。すごい劣等感しかないです、だから。いや、わかんないです。今の話で一体どこに劣等感感じてるのか、あんまり、多分そんなん言ったら本当に、ね、今のブログ初心者とか、まあそれこそこの動画を見てる人は、もっとすごい劣等感感じちゃう気がしますよね。いや、それが、これも多分使えない話なんですけど。また。はい。とりあえず言ってみてください。マークしてた競合サイトが、まあ、要は同じような作りのサイトがあった、うんうん、で今、ちょっとこう、いろいろ教えてもらったりとかして、はい、今の状態で見たら、いや、このサイトがライティング買ってるだろうってちょっと思ったりとかもするんですけど、はいはいはい。はい。たまたまそのサイトをラッコの M&A で見つけちゃったんですよ。ほう。すごいパターン。そしたら結構売り上げあるなと思って、なんか。なるほどね。サイト売買のところだと、いくら売ってるとか、収益とか PV みたいなのが出てるから、それをたまたま見つけたんですか。あ、そうです、そうです。すごいですね。その巡り合わせも。そうです。それで結局、何なんですか、その売り上げが、じゃあ、その競合がめっちゃ上がってるっていうところで、その何、自分も頑張ればそこまでいけるみたいなことで頑張ろうって思ったみたいな話ですか。あ、それも一応ありますね。でも劣等感につながる感じです、うん、なるほど、そこにつながっていくんですね。劣等感の話だと思わなかったです。確かにその話してましたね。あ、そうか、なんか競合がそんだけめっちゃ売り上げあるけど自分はそんなに売り上げないからっていうところで劣等感を感じてたってことですね。まあそれもでもベンチマークしてるようなところが売り上げあるって、まあそれはそうってなるってあんまりすごいですね。普通こんなこと考えない気がしますけど。最初からでもこのヘアケアトークの今の形だったんですか？前は全然違ったんですか？始めた当初。いや、もっと変なサイトでした。なんか。変なサイト。はい。これ多分人手さんは診断してもらってるんで見てると思うんです。うんうん、最初ヘアケアトークのトーとクーの間も伸ばし棒2本でしたし、うん、もうなんか適当に作ったアメトークの、うん、そうですね。どう考えてもアメトークですね。こんなにやると思ってなかったです、自分でも。なんか諦めると思ってました。ああ、まあでもそうですよね。結局今それがある程度うまくいってて収益があるからこそそのずっとやってるけど、それがなかったら結局やめて他のことをやってるからってことですよね。はい。今って、基本的に、なんだ、レビュー系が結構多いじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、レビュープラス、でもヘアケアの話もあるのか、他の、そう、髪の毛とかそういう話もあるんですかね。最初、髪の毛の話、見てたんですけど、うん、全く上がらなくて、はい、で、なんかシャンプーレビューしてたら、なんか上がってきたから、もうそっちメインでやってたみたいな感じです。ああ、だから髪の毛のお悩み解決みたいなのもあれば、シャンプーのレビューみたいなのもあって、どっちもやってたら、こっちのシャンプーレビューみたいなのが上がってきたから、こっちに注力して、今もそっちでやってるってことですね。あ、そうです、そうです。なんか、はい、普通にめちゃくちゃ王道というか、王道なブログ運営をやってる気がしますけど、過去でもいいんですけど、苦労したこととかあります？これ困ったみたいな。いや、そもそもなんかこの、ブログ運営以前のところで困る機会が多かったです。ほうほう。なんか例えば、ブログ運営以前。うん。Google ドキュメントがどうのこうのとか、はい。そもそも、ブログ始めるまで、そのパソコンほとんど触ったことないから、いや、なんかそんなデフォルトでできる状態で説明されてもわからないみたいな。Google ドキュメントって言われても、そもそもそれなんやねんっていうことですね。いや、本当に、そうです。それだからあれですもんね。仕事ではそういうパソコン使ったりとか Google ドキュメント使ったりとかしないってことですよね。はい。まあでもそれは仕事によりますからね。なるほどなるほど。だからブログを書いて収益を出すとか以前のところで結構つまずいたってことですね。はい、そうですそうです。はあ。なるほど、すごい。こんなん言うとあれですけど。ご年配の方と喋ってるような、ね、そんなに昔の人じゃないからそういうパソコンとかスマホとかない時代をそんなに聞けた人じゃないけど珍しい気がしますね、それはそれで。
そうですよね。なるほど。そういうところで困ったってことですね。で、その1年半ぐらいで、はい、10万ぐらいを超えたってことですけど、そこまではちょっとずつこう伸びてたのか、それとも 1,2 万ぐらいがずっと続いたのかって言ったらどうなんですか？もうちょっとでもありました。なんか 4,5 万ぐらいなんですけど、でそれが ずっと続いてる。はい、はい、それは何だったんですかね、その原因は。記事書いてもそれがなかなか SEO で上がらなくて、アクセスが増えないから売り上げが変わんなかったとか。ひたすらレビューしかやってなかったんですよね。はい、なるほど。レビュー伸びると思ったからレビューやりまくってたってことですね。自分やっぱ学力ないからあんまり応用がしないなんだろう、分かんないですけど、そんなことないですよだからそれをこうさらにまとめ記事とつなげて、はい、なんかこういろいろやったりとかすると思うんですけど、うん、同じような記事をひたすらずっと、ニッチな商品、廃盤になってるシャンプーとかもひたすら同じような感じにやってただけだったんで、全然変わらなかったです、売り上げ。ああ、なるほど。だからそれが、もうとにかく本当に同じようにシャンプーのレビューしかやってなかったのがあんまり良くなかったってことですね。はい、じゃあそれで、結局伸びたきっかけ、さっきね、アプデで爆上がりしたみたいな話ありますけど、はい、なんかそれだけだと完全に運が良かったみたいな着地になっちゃうんですけど、なんかやり方変えたりしたんですか？まあ、それこそ、なんていうんですか、そのまとめ記事とか、そういう内部リンクがとか。今の話ですか？それとも当時10万いった時の話ですか？ああ、当時ですね。それで言うと。いや、伸びたきっかけみたいな話。多分運です。あ、これは一番再現性のない。いや、でも結構真理だと思うんですよね。結局 SEO は運っていうのは、まあ確かにね。それね、悲しいかな、そういうところで実際あると思うんで。いや、本当に考えとか捨ててましたもん、僕ひたすら書いてただけだったんで。もうじゃあシャンプーレビューマシーンみたいな。はい。まあまあまあ、でも結果的に言えば、はい、それがあったからこそアプデで上がったかもしれないじゃないですか。あ、そうですね、確かに。レビューしまくってたからアップデートで評価された可能性があるから。それはちょっとあるかもしれないです。今他のジャンルの記事とか書いても、うん、やっぱインデックス遅かったりするんですけど、はい、シャンプーだけやっぱめっちゃ早いです。もう書いて割とすぐにインデックスしてもらいますあ、でもやっぱりそういうところで評価されてるからっていうことですよね。やっぱ今まで積み重ねてきたシャンプーレビューの歴史みたいなのが評価されてるんですね、これちなみに、ヘアケアトークって、はい、結構なんだろう、トップページ自体割とこだわって作ってるのかなと思うんですけど、はい、カスタマイズみたいなの自分でやってるんですか？いや、僕そういう技術的なことも全然できないんで、うん、大体お金払ってやってもらってます。稼げるようになってからお金払って今みたいなトップページにした感じですか？なんかこうブログの話とかやっぱいろんな方がしてくれてたんですけど、記事書きましょう、はい、で僕はアホなんで、なんかこうシャンプーはじゃあどうやって書けばいい？はい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 、なるほど。この僕がやってるこの商品はどうやって書けばいいんやろって、それを発信してる人はやっぱいなかったんですけど、はい、唯一ジャンルかぶりしてた方がその方だったんで、そのサイトをもうめちゃくちゃ見まくって、それをこう自分の教材じゃないですけど、はい、にしてたって。でも一番王道だと思いますけどね。僕ももう散々ほらブログ研究やるとか他の人のブログ読めとかって言いまくってますけど、やっぱ一番それがいいと思うんですよね。その結局僕らもいろんな話をするんですけど、それって何かっていうと、はい、そういう何ですか、ブログを作るための方法みたいなのを言ってるから、結局そういうのを実践していくと、まあ、僕らが作ってるようなブログになるし、うまくいってるようなブログになっていくと思うんですけど、だったらこれを見てそれを真似すればみたいな。まあ、でも結構それをじゃあ真似したらいいって言って、ね、その結構参考にしたみたいな話ありましたけど、でも真似したらいいとはいえ、じゃあ真似するってどうしたらいいみたいな話になっちゃうんですよね。いや、真似の仕方それを解説するのはむずくねみたいな。だからそういう感じっていうか、まあその記事の書き方っていうのはこうするんだよみたいな、そういう話をしたりするわけなんですけど、だから別に一番本当に勉強の仕方としては王道だし間違いないなと思いますね。それできる人は絶対それやった方がいい。
なんかそういう意味ではすごい、まあ、上から目線になっちゃいますけど、すごいセンスあったんだと思いますよね。できない人本当にできないんで。ありがとう。まあ、その発想がないそもそも。いや今もそのリライトするときにとある、はい、まあ、これカットしてもらえるって信じて名前言うんですけど、はい、松木さんの記事を、ああ、はい、今めっちゃ見まくって、それ、うん、で中地さんと人手さんにこう CV 周りをアドバイスいただいたじゃないですか、もっと良くした方が、はい、で CV 周りのアドバイスをもらって直すのは分かったんだけど、はい、どう直したらいいのか、どういうふうに訴求したらいいのかっていうのを、はい、松木さんの記事をめちゃくちゃ真似て、やっぱペルソナがちょっと近かったんで、あの教材系とあの親御さん、ちょっと小さいお子さんがいる女性で、うちのブログも、まあ、20代から45ぐらいまでの女性ユーザーが9割ぐらいなんで、はい、でブログの進め方のスタンスもなんか男の僕のキャラと女の子のキャラで会話形式で進めていくとか、なんかそのなんていうんですかね、女の人だけのブログとかってやっぱちょっと真似しづらかったんですよ。でもなんとなく分かる気がします。全然なんか違いますからね。こういろんなことを考えて、それをこう真似していろいろリライティングをしまくった結果、CVR ちょっと上がったって感じですね。はあ、なんかでもジャンル自体はもう全く違うじゃないですか。全く違います。言ってしまったら、だから別にそれを何ですか、真似したところで別にね、秀吉さんのやつが上がったって別にその参考にした人が下がるわけでも別に損するわけでもないから、そのパターンは別に全然いいと思いますけどね。てかむしろそうするべきですよね。基本的にみんなほらその自分と本当に同じジャンルの人を参考にしたり真似たりするから、やっぱり後で揉めてしまったりしますけど、別のジャンルだったら別に揉めたりするってそんなにやっぱり少ないんで。僕一応ご本人様にあの、はい、撮らせていただいて、ちょっと今ほとんど模写みたいな形で記事書いてますけど許してくださいってちょっと許可も取りました。あ、じゃあいいんじゃないですか。でいいって言われたんですか。あ、全然いいですよ。あ、じゃあいい、じゃあいい、じゃあ夏木さんです。でもここで名前出していいかちょっとさすがに分かんないんで。確かに、もしあれだったらあれします、僕からちょっと聞いておきますね。出していいかって。アップデートでバンって上がって90超えて、はいはい、そこからはアップデート受けてないんですか。いや受けました。あの5月ぐらいに、これ2020だと思うんですけど、5月にアップデート、うん、ありましたね。はい、やられてます。ああ、あのタイミングでやられたんですね。はい、ってことは結構あれですね、アップデートでバーンって上がって何ヶ月か後にはアップデートでドンってまた落とされてるってことですね。そうです。その時は結構辛かったですか。いや、もうブログしやんかなと思いました。めちゃくちゃもうなんだろう、分かりやすくていいですね。全てが上がった時にはもう人生楽勝やみたいになって、下がった時にはもう終わりだみたいな。めちゃくちゃ分かりやすい、めちゃくちゃ好きです僕はそういうの。だからその時に始めたのがインスタント、うん、あ、そういうことだ。はい、いいですね。ちょうどインスタの話につながっていくんですね。はい、もうそれは、アップデートで落ちて、あ、もうこのままだと SEO 先がないなと思ってインスタ始めた感じですか。あ、そうです、そうです。うーん。だからその時に、ほぼブログ、もう8割ぐらい気持ち的にはもう捨てたんですよ。まさか、ブログを捨てられていたんですね。もうほぼインスタメインで1年間やったって感じですね。それは、インスタを選んだのは、まあ、その髪の毛のことをやってるからインスタが相性いいだろうっていう感じでインスタを選んでるんですか。それもありますし、やっぱ当時なんかツイッターでみんなインスタめっちゃ稼げるわやったみたいな言ってましたね。はい、じゃあインスタをじゃあそのアップデートを受けたタイミングでやり始めて、はい、1年ぐらいやってたってことなんですけど、それは結構苦戦しましたか、インスタ自体。いや、苦戦しました。それはもう、フォロワーが伸びないとかですか。はい、まあそのブログの方もそうですけど、レビュー系のコンテンツ結構多いのかなと思うんですよね。インスタも最初からそんな感じだったんですか。そうですね、もうブログでやってたことをそのまんまインスタでやり始めただけなんで。おお、
で、それで伸び悩んで。はい。はい、でも最終的にはフォロワー、今、2万人弱ぐらいいますよね。1.7 万人ですね。のとこですよね。はい。いや、普通にすごいなと思いますけど、でもそこまで伸びてるってことは、そこから何かきっかけがあって伸びてるんですか？でもこれほとんどもうせっちゃんのおかげなんですよね。そこでせっちゃんが出てくるんですか？はい。僕、せっちゃんに3、4回ぐらいなんかメンションしてもらってて。あ、このインスタがいいよみたいなことですか？はい。なるほど。なんか僕のフォロワーさんの 4,5 千人ぐらい多分せっちゃんのフォロワーです。せっちゃんのどう説明するのがいいんだろうな。まあ、インスタとかで、はい、今何人ぐらいフォロワーいるのか分かんないけど、何十万人ってフォロワーいる。50万人ぐらいいますよね、多分。方ですよね。はい。なんだっけ、100均かなんか。そうですね。はい。ですよね。はい。それはつながりあったんですか、もともと。いや、そんな、めっちゃ濃いつながりというわけでもなかったんですけど、うん、もともとせっちゃんがツイッターに入ってきたタイミングで、インスタの診断やりますよっていうの、フォローとかリツイートしてくれたら、あなたのインスタを、はい、診断して、見ますよっていう企画みたいなのをやってて、はい、それに参加したのが一番目の多分きっかけだと思います。うわ、でもそれってすごい大きな転機というか、はい、きっかけですよね。なんだろう、そこに参加したこと自体もそうだけど、まあ、コンテンツ自体が多分良かったっていうのはすごい大きいと思うんですよね。まあ、インスタとか見てもらうと多分わかりますけども、明らかにその素人じゃなくて、プロがやってる感じがあるじゃないですか。その写真の感じとか。いや、自分ではそんな風に思えないんで、なんか言って。なんて言うんですか、あれです、その、写真の撮り方が綺麗とか、そういう話というか、もう本当にそれこそいろんなものをレビューしたりするっていうのも、普通の人はそんなにね、いろんなシャンプーとか、そのヘアケア系の商品をレビューするって結構難しいじゃないですか。そんなにあったって使えないわけだし、なんかそういうなんかにじみ出るプロがやってるみたいなところで引っかかってくれたところもあるんじゃないかなとは思いますけどね。同じようなインスタのアカウントがあったとしても、そういうところには反応しなかったんじゃないかなみたいな、わかんないですけどね、本人じゃないから。でもそれをきっかけにフォロワーが増えたっていう感じですよね、ってことは。でその後もなんかこうマクさんのセミナーみたいなのがせっちゃんが来てくれて、はい、その時にもちょろっとこう絡みというかあって、で薄い絡みだったんですけど、なんかそのちょうど終わって、なんかインスタ見たら通知がバグってる時があったんですよ。ははははフィクションサイズルみたいな。それでフォロワーもめちゃくちゃ伸びててっていうことですね。はぁ、だからなんだろう、自走できてないんで、なんかこうもう人柄ですよね、それでいくと。本当、まあそのアップデートに、アップデートで上がったみたいなのは、まああんまり人柄関係ないかもしれないですけど、まあなんか多分応援したくなるようなキャラクターなんだと思いますけどね。なんかすごいまっすぐじゃないですか、秀吉さんって。まあ話を聞いててもめちゃくちゃなんかいろいろまっすぐだなと思うんですけど、僕ね、まあこれもうこの動画で使うか微妙ですけど、僕この前アイネコさんと対談してるんですけど、アイネコさんも結構そういう感じなんですよね。そうなんです。すごい。なんかこういろいろまっすぐで。かっこいいイメージありましたけど。なんか波乱万丈で、なんかあんまり隠さない。いろんなことっていうのは。だから、まあ当然敵みたいなのも、アンチとかも増えやすくなるけど、それでもやっぱりそういう姿に共感して応援したくなるみたいな。なんかそういう感じの、なんかあれを持ってるんだと思いますね、秀吉さんも。応援してください、ぜひ中地さん。いや応援してますよ、僕は。めちゃくちゃ応援してますよ。ありがとうございます。じゃあ、せっちゃんに紹介をされました、伸びましたっていうところで、もうそこからは基本的にそれまでとやってることは変わらないんですか？いや、一応そのインスタ受けとか、いろんな人に見てもらって、もうちょっとこうしたこと。はい、みたいなアドバイスとかをそのレビューの中にちょっと取り入れながら、こう色とかも変えたりとかして、で1個商品がバズって、それがこうやっぱ激変に増えたポイントでしたね。なんかこうバズずっとバズってるみたいなタイミングが一瞬来てたんですよ。何レビューしてもなんか、はい、もうフォロワーの10倍以上はちょっとリーチいくみたいな。
はあ、めっちゃすごいですね。で、一番バズったのが200万リーチぐらいいって。で、それは何だったんですか？それもシャンプーのレビューです。へえ、シャンプーのレビューでそんなにいくんですか？なんかそれは、自分で客観的に見て、後から見ても、あ、これはそのぐらい回ってもおかしくないなとかって思うんですか？いや、それが実は結構適当にパパパって作ったやつだったんですよ。動画としての着地難しいですけど、なるほど。パパパって作ったやつが、そんな手めちゃくちゃ回ったわけですね。そうなんです。だから、なんか、これ、この雰囲気で行くのがいいんか、みたいな感じで、その後はちょっとこう、それに寄せるような感じで、若干作り始めたっていうところはありますけど。あ、っていうことは、それはそれで、じゃあ、それに寄せたら、割とそれはうまくいったってことですか？その時はですね、今はもう全然うまくいってないですけど、インスタは。じゃあ、その時に、すごいその、シャンプーのレビューみたいなのが、結構うまくいってる時があって、そこでフォロワーがガッて増えて、あ、そうです、そうです。っていうイメージですか。なんかそれ、それこそまた他の人の話で、パパラクさんとかも同じようなことを言ってたんですけど、うん、まあ、パパラクさんもインスタのフォロワーが増えたのは完全に運だって言ってましたね。やっぱり。なんかその、アルゴリズムで何が評価されたのか分かんないけど、ドンって、なんか露出がすごい増えて、そこでグワッて増えて、みたいな。もうでも、運だって言ってました。パパラクさんがあの1万人行くときとかずっとフォローして見てたんですけど、早かったですもん、1500人から1万人までが。うん、だから多分その時期なんだと思いますよね。へえ、なるほど。ちなみに、今あんまりインスタの方はやってないってことですね。そうですね、これは多分そのやっぱレビュー系のアカウントってあんまり物売れないかもってちょっと思っていました。あの、例えばインスタとかで何かシャンプー紹介してもそこから買ってくれる人が少ない。まあ、Amazon 楽天は多少売れるんですけど、うん、なんかやっぱ共感要素がない、なんかちょっとこう専門家意見のこの商品は買いですみたいな、これはちょっと、はい、だったからこっちの方が買いですみたいなスタンスでやってたんですけど、それだとあんまり買われないなってことにちょっと途中で、じゃああんまりやっても売れないしっていうことで、はい、そんなにインスタに力入れてやってない感じですか？だからまだ8割捨てました。ブログがアップデートで飛んで8割ブログ捨ててインスタに行って、はい、でインスタの方やってて、インスタの方がガッて伸びてでやってみたけど商品売れないから今度はインスタの方を8割捨ててまたブログに戻っている、はい、いやでもね、僕そういうことだと思います。でも結構結局うまくいくやつを伸ばして、あ、うまくいった、でもダメになった、じゃあ次、まあ、その戻るか別のことをするかは何にしてもやっぱうまくいかないことやっててもうまくいかないんで、その考え方自体は僕は正解だと思いますけどね。でもそこでなんでブログに戻ったんですか？一回捨ててるわけじゃないですか、8割。その頃にはアクセスちょっとまた戻ってきてたんですよ。ああ、なるほど。アップデート下がったやつが時間経って戻ってきてた、はい、で、その割には PV 単価とかは結構低い状態で、うんうん、で、あの、またこれ名前出していいか分かんない夏木さんに、僕だったらね、あのインスタ捨てますって言われたんで、はい、じゃあ僕捨てますって思ってすぐに言うこと聞いちゃう。それで、インスタ捨ててブログやり始めた。はい。それちなみにいつぐらいの時期ですか？それまだめっちゃ最近です。11月ぐらいですね。こうブログを伸ばしたいっていう時期があったじゃないですか。でいろいろ話聞いたりしてたんですけど、それはそのぐらいの時期ですか？あ、そうですね、ちょうど夏希さんに言われた後だと思います。僕ならインスタ捨てますねっていうのを言われてインスタを捨てた時に、はい、僕らにブログどうするみたいな相談をしてたってことですね。はい、そうです、そうです。あ、でも確かにすごい覚えてますもん、あ、その時のあれ。まあその時でも、10万以上ありましたよね、多分収益。そうですね、はい、10万ちょっとぐらい収益あって、でもこれが伸びないみたいな話でどうするみたいなのを聞いてるときでも、なんだろう、なんかいろいろやっていて、しかもそのときはもうすでにインスタのフォロワーも、まあ、1.5 万人以上いたのかな、はい、なのに、確かになんで伸びたいんだろうなみたいな、まあ、その時も言ったと思いますけどね、普通に30万とか40万とか収益あっても全然いいと思うし、全然いくんじゃないですかみたいな話は結構していて、で、まあ、いろんなアドバイスをしましたけどね、
まあでも結果的に言えばそこからいろいろ改善して、まあ、伸び悩みみたいな時期を超えて伸びたってことですね。そうですね、改善されました。いやもう素晴らしいですね。何がきっかけというかこれを変えたのが良かったんじゃないかみたいな自分で思い当たることありますか？これ本当は言いたくないですけど、はい言ってください。ちょっと取れ高ないんでカット多すぎてユーザーさんがやっぱ女性なので、はい、擬音をめっちゃ使うようにしました。何例えばなんかこうプルどんなんですかなるほど。その、何記事の中の文章でってことですか？はい、で擬音をめっちゃ使うようになったっていうのと、はい、もう専門家目線はやめました。あーなるほど。専門家目線で売れるものもあるんでしょうけど、はい、やっぱりあのプリンセスマーケティングとか、はいはいはい、オンラインサロンとかもちょろっと入ったりしてたんですけど、はい、そういうのよりやっぱ僕に足りあんのは圧倒的に共感要素だなと思って、うん、でそっち寄りにちょっとこうそのメイン案件とかも専門家目線で書いてたのを、うん、もうなんか女の子になったつもり、うん、おーなるほど、すごい。だからそのペルソナみたいなのを自分に憑依させて書いたってことですね。はい、そしたら伸びたんですか？そしたら伸びましためっちゃすごいじゃないですか。でもそれはそれでなんかすごいですね。ちゃんとそこで結果出てるのがすごいですね。いやでもあの最初ほぼ真似から入ってるんで、そのあの最終的に気温が良かったとか、はい、女の子っていうのがなってるんですけど、夏希、うん、さんにそのプリンセスシンデレラの、あプリンセスシンデレラやったらプリンセスプリンセスマーケティング、はい、マーケティング、はい、本とかいいよって言ってもらえて、はい、で夏希さんの記事をもう舐め回すように見まくって、はいはい、その中でやっぱ見つけた答えが共感と擬音だったんですよね。でそれを使いまくってそしたら改善されたって感じです。へーすごい。そうやってこうじゃないかっていうのをちゃんとなんかその自分のところで実践して、それが結果につながっているっていうのが普通に、いやさすがですね。いやでも周りの人のおかげばっかりなんで、自分は本当にあれですインスタはせっちゃんのおかげだし、ブログとかやっぱ見てもらった人たちのおかげだし、なんかなんだろうな、いやそんなことないですよって言いたいし、いつもは言うんですけど、いや確かにここまでの話を聞いてると他の人の力結構でかそうな気はしますよねいや違う、でもそれもやっぱ秀吉さんのいろんなあれがある、やっぱ応援したくなるとか、その人柄あってこその応援なんで。だってみんな他の人だってそんなにしてくれないかもしれないじゃないですか、そのせっちゃんとかなつきさんとか、まあ僕らもそうですけど、もちろんどこまでやったかっていうのはわからないんで他の人の場合は。いやでもそれで伸びたんだったら、まあ僕は本当何よりですよ。あのちなみにインスタもやってるじゃないですか、ブログと。それってインスタもやってて、まあ、フォロワーも 1.7 万人ぐらいいるってことなんですけど、それって SEO に影響してると思いますか？あんまり思わないですね。感じないですか？あんまり思わないですけど、でも 1.7 万人いるとやっぱ企業とかが結構こうやり取りいい感じにできて、こうそれ経由のみたいなのはやっぱりちょっとあったりするんで、はい、だから直接的な SEO 効果みたいなのは特に感じてないんですけど、なんかそういうブロガーだから美味しい、なんか、うん、そういうヒリングとかちょこちょこあって、うん、それはまあ間接的にプラスになってるのかなとは思ってます。確かになんか分かりやすいですもんね、そのブログってちょっと分かりにくいじゃないですか、実績とかって、はい、外から見てても別にアクセス数分かるわけでもないし、なんだ売り上げとかも分からないし、まあ SEO 上がってるか上がってないかは分かりますけど、それでもそれってある程度そういう知識がない人じゃないと分からないけど、インスタのフォロワーが 1.7 万人いるっていうのは、まあ言ってしまったらね、バカでも分かるわけじゃないですか。企業の何にもその知らないウェブマーケットとか SEO とか何にも知らない人でもその数字が多いっていうのは分かると思うので、そういう意味でその見栄えがいい、出しやすい実績ではありますよね。そうですね。だから、まあさっき8割捨てるみたいなこと言いましたけど、うん、完全に捨て切るっていうよりは、
まあ、それまではインスタをもう収益の柱にしていこうって思ってたんですけど、うん、はい、ブログのちょっとこうサブ的な感じでちょっとゆるくやっていこうかなとは思ってます。ちょっとうん、なるほど。いや、いいですね。まあそれはそれで、なんだろう、普通の、まあ、いわゆるブログかけるインスタとはちょっと違うような気がするんですけど、形として。でもそれはそれでありな気がしますよね。インスタがあるからこそできることっていうのも広がって、まあ、それがブログにこう還元されていくみたいな。あのさっきもちょっと話がありましたけど、その結構ね、ブログとインスタを掛け合わせてうまくいってる人とかで、まあ、今でも結構いますけど、多かったりするじゃないですか。なんかそういう人たちとはちょっとまた違いますよね。そうですね、みんな結構インスタ集でうまくいってた、確かに本当そんな感じですよね。ブログノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。ちなみに今後のなんか目標みたいなのはありますか？今後の目標は、収益の目標でも何でもいいんですけど、サイトをちょっとこのまま大きくできやんかなと思ってて。おお、ヘアケアトークですか？はい。大きくっていうのは記事数増やすとかそういうイメージですか？もうちょっと広げるみたいな感じですか、ジャンル的に？記事数も増やすんですけど、今シャンプーがメインになっちゃってるんで、うん、もうちょっと増やさせるために他の案件とかにもちょっとこう、はい、まあヘアケア系って多分いろいろあると思うんですけど、うん、ちょっと広げていこうかなっていうふうに思ってます。はお、まあ、でも確かに今ある程度ブログでうまくいってるんだったら、それを広げていくっていうのは全然いいですよね。まあでもなんか大変ですねそれでやったらうまくいきそうな気がしますけど普通にだって副業ですもんね。まあでも一人で働いてるんで、今はわりかし時間の都合は今はもう結構つくんですけど、はい、ああそうなんですか。はい。どのぐらいやってるんですか、その作業時間として。ブログやってる時間は、あ、1日ですか。そうです。6時間以上は毎日やってます、ね。めちゃくちゃやってるっていうか、もはやほぼ専業てか専業ブログはそんなに6時間も働いてない人多いってあ、そうなんですね。でも僕あの作業がめちゃくちゃ遅いんで、僕の6時間と、はい、専業の方の6時間の中身の濃さは全然違うと思います。めちゃくちゃ、そうですね、Google ドキュメント知らなかった人ですもんねいやもうでもさすがに何年もブログやってそんなに収益出してればある程度早くなってそうなもんですけど。そうなんだ。じゃあでも普通に毎日そんなに本業は本業でやってるってことですね。あ、そうですね。へえ。もうあの一人なんで自由なんで早く上げて、まあ、でも確かにそうか、そっち本業の方そんなに頑張らなくてもブログの方の収益があれば全然困らないってことですよね。あ、まあそれもあります。ブログだけで今後やっていくみたいな予定はあったりするんですか？いやでもあわよくばそっちに振っていきたいなってちょっと思って。ああ、そうなりたいっていうのはあるんですね。はい。どのぐらいになったらとか、収益このぐらいを超えたらみたいな。まずやっぱり100万超えないと、まあ、ああ100万まではじゃあ、はい、普通に今の本業と副業とで、副業でブログやって100万超えたら考える感じですか？まあ確かにね、それが安定するかどうかっていうのもまた分かんないところなんでね。そうですよね。まあしかも今6時間できてるんならそんなにね無理してやめる必要もないですよね、本業の方を。結構一人でやってるとやっぱ本業も休みとか割と自由というか、もうあのお客さんおらんだら休みみたいな感じ、はい、それは確かにいいですね、その融通が効く感じは。みんなそういう時間作れなくて悩んでる人が圧倒的に多いと思うんで、ブログとかだと。まあ不安定なんですけど、どっちみちどっちも一人なんでブログも、まあ、確かにちょっといろいろ話を聞かせてもらったんで。結構取れ高だいぶ低めですよね。申し訳ないです。なんか全然大丈夫です。こう自分のなんかこう確固たる決意とか考えとか、はい、みんなみたいにないから逆になんかこう申し訳ないというか、なんかいや、いいと思います。なんかそれがその秀吉さん出したらと思うのね。対談自体はこれで終わりにしたいと思います。はい。またぜひ今後
頑張ってください。期待しているので、なんかいい報告があれば聞かせてください。あ、別に悪い報告でも聞かせてもらってもいいですけど。でも楽しかった。どっかのタイミングで。いやいや、とんでもないです。僕もいろんな話が聞けて、あんまりちょっとないタイプの話だったので。